ゲームへようこそ。どうした武藤遊戯。ここに来たということは君も戦いに来たんだろう。違うのか、はい、そうだよな。じゃあまず、はい、説明をしようか。あちらがこのマップを作った方々だ。すごい、一人なんかヤバいやついるぞ。死んでる。ルールを見ようか。 Players to go over the… そういうことだ。分かったかい、ルールは。分かった。あ、なんだ、遊んだらこれ解禁できるってやつ。そんなんいらん、いらない、うん、ここに置いてあるものは何か分かるかい。なんて書いてあると思う、これ。え、書いてある、書いなんて書いてあるんだい、これは。アーチャーって書いてある。おー、始めるぞ、闇のゲームを。来たかい。 Welcome。 ボタン押すのかな。悪魔班のターンか。じゃあ、おー、1枚来た。カードどうやって読んだ。勝手に来たんだけど。カードが欲しい、俺も。ここで簡単にちょっとルール説明をしたいと思います。まず基本的なルールは、ブラックジャックって言って、自分の持ち札を数字を足して21付近を目指す。まあぴったしが一番強いんですけど、21超えないようにそれに近い数字近づけていって、で最終的に一番21に近かった人が勝ちというルールです。ただし21という数字を1でも超えたら、相手も超えてない限り負けということになります。まず最初に自分の持ち札がね、2枚配られて、で1枚は相手にも見える状態で、1枚は自分しか見えない状態でね、伏せられて置かれてますね。まあ、この場合だと10と9で、10が隠れてんのかな。で、足して19で、21との差はあと2なんで、まあ、結構近い強い手札ですね。2人とも体力が5個あって、基本的には、負けた方が 1HP ずつ減っていくと。で、2人が最初困惑してたゲームのやり方なんですけど、首を縦に振ると、カードが1枚追加されます。このバーにまだ出てない数字のカードがランダムに配られます。まあ今の場面だとその19にランダムで来た数字が足されると1つで、首を横に振ると、もう自分のターンは終了して相手のターンになります。でその相手のターンの時に、相手も首を横に振ってもうこれで勝負するって決めたら、数字が公開されて21以下で21に近い数字の方が勝つと。で特殊なルールなんですけど、首を縦に振ってカード追加したりとか、ターン終了で首を横に振ったりとかする前に、特殊カード的なやつがインベントリーに配られるんですね、一ターンずつ。まあ、例えばなんか相手のカードを1枚入れ替えるとか、かける体力を1個多くするだとか、逆にかける体力を1個少なくして、自分がこのゲームに負けても体力が減らないとかいう、そういう特殊カードもあるのでね、命をかけた戦いをお楽しみください。やっちゃうか。さあ気を取り直して、あ、俺今度こっちの席や。これ 俺のターンか。あなたのターン。おお。え、もらった？同じですけど。いますかすよ。今俺のターン？お。あ、今ターンってそういうことや。俺が見てるから。あ、なるほどね。待って。あ、結構ガン振りしないとダメだねこれ。すげえ、これは面白い。頭振ってんのおもろいわ。うわ、痛い。チキったかな今。いや全然チキってないよ。うわこれむず。よし、いい感じ。ほう。地味に特殊カードを使っていく。来るよ。はい。でも俺はシールドを使ってるから大丈夫です。セコ。もっと効果的な技で使えばよかった。うわ。お前うわって言っちゃったんじゃん。痛いよ。おっと、これはパーフェクトゲームか。まあ話でもしようか。君は家族はいるのかい？僕には大切な待ってる人たちがいるんだ。僕にはいない。じゃあ代わりに負けてくれよ。かける。こいつやばいだろう、絶対。俺はかけに行く。絶対今ので死んだだろう。かけに行く。絶対死んだじゃん。さあ、ショーダウンだ。ドゥーン。うわぁ！俺は命にかけない。あ、違う。あ、あ、あ。
いつ死んだな。ダメだってそれは。これで行こう。いつもちょっと慣れない操作だから。よっす。ああなるほどね。いやベッド2きついな。あてかこれあれじゃん、俺がもし次めっちゃ近かったらベッド2かけて一応死亡やん。俺体力何も残り 2? 2。今負けてたら自滅した。まあギャンブラーなんだよ僕は。いやそれ死んでるな。死んでるんですよ。大丈夫いや。ほんまに。ほんまに。うん。死んだよ。クソ、さっきの気が痛かったな。これで同点か。面白くなってきたね。うわどうしよう。これでいいよ。私はルールというのは作るものじゃない、作るものだ。作るものじゃん。残念だったね。何これ。いいの？これ俺のカード減らされたんだけど、説明長すぎて見えへんやつあんねんけど、一個。なんなんこれ。え、そう。え、あれ本でしょ。そうそうそう。使ってみるか。なんかカード来たわ、一枚。使ってみたら。どうだい。うこれで僕のガチャ決まったようなもんだな。そんなことないよ。まだまだ終わらないよ、この戦いは。うん。いい感じだね。僕の実力。君の夜ご飯は何を食べたんだい昨日。美味しくなかった。美味しくなかったのかい。シールドかまさか。あいつ。美味しくあって欲しかったんだけどな。あいつ死んだくね。はい、マジか。さあ、ショーダウンだ。君の負けは決まったようだな。なんだ、あった。あいつ守りに入ってやがった。13。何のカード持ってるのかな君は。楽しみだね。うわやっとんな。どうしようかこれ。あいい感じだね。どうしよう、どうしたもんかねこれ。あいつ盾使いやがった。ん？これでいいよ。僕はこれでいいんだ。絶対死んだよ。天国で会おうじゃないか。ということで次の試合はクモハのチャンネルの方でやるので、まあ1回戦目は僕の勝ちということで、はい、2回戦も楽しみにしてるよ。やって会いましょう。さようなら。